あのチャームさんは通販の会社ですから皆さん。ね、今までお店をやっててくださったのはね、非常にありがたかったかなと思いますけれども、まだ小石カーテンもありますし、ただあの今あの楽しいイベントとかお客様と触れ合う機会をまだまだこれからも続けていきたいということを明言してくれたので、楽しみに待ちましょう。はい、ありがとうございます。やらざるを得ないって感じです。お願いします。一番聞きたいのは、なんでこのお店がクローズしちゃうのか。そうですね、じゃあ、まあ、ご説明簡単にさせていただくと、もともとチャームっていうのがですね、うん、まあ、ご存知の通り通販がメインの会社でして、はいはい、で、まあ、今までもですね、そのいろんな時代の流れとかに合わせて、まあ、販売方法っていうのを柔軟にこう変えてきた会社なんですね。今は昨今のそうですね、コロナ禍とかの影響で、まあ、お客様、世の中の方の買いもお買い物の方法っていうのが、まあ、そもそもが変わってきていまして、例えば今だと、はい、まあ、スマートフォンで欲しいなと思ったものがすぐ注文できて、はい、すぐ届くっていうのが、まあ、基本的に常識になってきているっていうのがあって、あとは今までその通販に抵抗があった世代の方ですね、とかがやっぱりその通販で物を買うっていう部分の抵抗っていうのがかなり低くなっている、少なくなっているっていうのを感じてきていまして、なので世間のニーズですねにお答えをするために、より通販の方に力を注ぐべく、その館林店を一度閉店させていただくことを決断したという形。なるほどね。じゃあコロナ禍で実際お店じゃなくって、はい、通販でしか買えなかった人たちがそれをトライし始めて、それの便利さだったりとかっていうのに気づいて、はい、それがより浸透してきた、はい、そうです。そもそもチャームさんはあれですもんね、通販の方が、はい、ね、私もずっとアクアリウムやってて地方に住んでたので、はい、近くにアクアリウムショップがなくって、もう頼みの綱はチャームさんだったので、はい、まあ、そういった方々にしっかりと通販業務として商品を速やかにいいものをお届けする環境をより強化してくれるっていう感じで、おっしゃる通りですね、より力をそちらに注ぐために、まあ、決断をした形に。うわー、見てこんなの見たことない。これ見れないですもんね、こんな状態でね。皆さんこれ見て驚かれます。びっくり、豆苗みたいになっちゃってるやん。そうなんですよ。根っこすごいっすね。この辺まで来る時あるんです。すごい、やばい、こんなにモリモリのグロッソ初めて見た。やばいですね。それぞれの人気の生産者様とコラボさせていただいて、はい、その生産者様のものが直接ここで直売できるイメージになります。やばい、それお祭りじゃないですか。そうなんです、はい、それはいい。なので、はい、より盛り上がっていただけるかなと思います。いやいや、これはね、本当ぜひぜひ予定開けていただいてもいいんですけれども。行きましょう、これはね、ぜひ来てください。ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ一度お待ちしてますね。はい、今日もともと水草のチャームっていうのは水草のお店だったので、スタート水草なんですか。まあ厳密に言うとまたちょっと違うんですけど、基本的には水草とエビからスタートしたチャームっていうのは、そうだったんですね。それは知らなかった。私ペットちゃんなのかと思ってた。もちろんペットもそうなんですけど、はい、大元を正していくと、まあ、僕も全然入社してない頃の話なんですけど、大元を正していくとそういうふうな。そうだよね。だから店頭で販売する良さって、例えばこういう一点物のその素材だったりとかを目で見て、自分でね、こうレイアウトどうやってやろうかなって考えながら選べるところが良さでしたよね。そうですね、おっしゃる通りですね。やっぱり水草もこういう流木もやっぱり一つ一つ個性がありますんで、一つずつ見ていただいて組み合わせていただいてっていうのが店頭の楽しいところだったかもしれないですね。いや、それがちょっとなくなっちゃうのはもしかしたら寂しいかな。そうですね、お客様もそういったお声をいただいてるんですけど、非常にこちらも寂しい。こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。車両火災により東北道で1時間以上も動かずにやっとたどり着きました。久しぶりに。こちらはですね、群馬県の館林市にありますチャーム館林店になります。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。ご存知の方も多いと思いますけど、6月の30日でチャーム館林店がクローズということで、大慌てでやってまいりました。本当はもっと早く着くはずだったんですけどね。早速行きましょうか。はい、今日はチャームの広報の方にもね、事前にご連絡をさせていただいて、今日はね、撮影させていただくということで、広報の方も来ていただいてるんですけどね、ずいぶん待たせてしまいました。5時半半かかりました。おかしいな。はい、ということで、じゃあ早速行きましょう。
と社内からアウトレットを集結させてるところで、はい、ちょうど午後来るんですよ、はい、そうなんですね。なのでこの辺とかを、はい、わざと棚を開けて、はい、その商品の運び入れの準備を今してるとか。そうなんですね、はい、確かに。じゃあ週末はみんなお得にいいものを買い物できるってことですね。もう始まってますか？ちょっと店長じゃないですか、はいはい、あどうも小倉と申します、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。います、 すいません、お忙しいところに時間をいただいて、はい、あの早速なんですけど、6月30日にこちらクローズになるということで、慌ててやってきました。急なアナウンスになってしまって、はい、大変申し訳ございません。とんでもないです、はい、みんな多分ねすごいあの楽しんでたお店なので、せっかくだから記録に残したいなと思ってやってきたんで、ぜひぜひ。いやいや、とんでもないです。あの よかったら紹介してもらえるところとかあれば、ぜひ、はい、じゃあ、一応通常営業は6月、さっきおっしゃっていただいたように6月30日まで竹林店を通常で営業しているので、はいはいはい、あの生体の数は少なくなってしまってはいるんですけども、はい、まあ、お客様に、ね、なるべくあの楽しんでいただくというか、あの最後まで来ていただけるようになるべく生態数を多くしていますので。あ、実際このお店がなくなっちゃうっていうのは、はい、どうしてかみたいなこと聞いていいんですか？あ、もちろん大丈夫。もともと水草のチャームっていうのは水草のお店だったので。え、スタート水草なんですか？あ、まあ厳密に言うとまたちょっと違うんですけど、うんうん、基本的にはあの水草とエビからスタートしたチャームっていうのは、あのそうだったんですね。それは知らなかった。私ペットちゃんなのかと思ってた。あ、もちろんペットもそうなんですけど、はい、大元を正していくと、まあ、僕も全然入社してない頃の話なんですけど、大元を正していくとそういうふうな。そうなんだ。へー。あ、こういうふうにじゃあパッキングして買いやすくなってる水草もいっぱいあるんですね。そうですね。はい、水草の状態に合わせて、まあ、販売してますね。はい。あとは、レイアウト素材用のこういった。これねー。流木とかですね。流木は今、非常にお安くなってます。はい、もうこれ買いに来た方がいいよ。そうです。元売がついてるものは元値からかなり下がってるの、ね、この大きさで、ね、そうですね、この値段、はい、それはやばいね。あ、すごい。でこちらもあの、はい、23日にまた増えるわけなので、はい、じゃあこれはぜひ来た方がいいですね。うわ、ね、これかっこいい。これめちゃくちゃかっこいい。結構かっこいい水草。やばいやばい、それいい、いいね。たくさんありますので、はいはい、そうだよね。だから店頭で販売する良さって、例えばこういう一点物 の、 その素材だったりとかを目で見て、はい、あの自分でね、こうレイアウトどうやってやろうかなって考えながら選べるところが良さでしたよね、はい、そうですね、おっしゃる通りですね。やっぱり、あの 水草もこういう流木もやっぱり一つ一つ個性がありますんで、一つずつ見ていただいて組み合わせていただいてっていうのが店頭の楽しいところだって。楽しいですね。それがちょっとなくなっちゃうのはもしかしたら寂しいかな。そうですね、お客様もそういったお声をいただいてるんですけど、非常にこちらも寂しい、うん、あとはまあ、こちらの水草、水草大好き大好き、水草コーナーめっちゃ好き好き好き、すごいすごい。まあ、ここも、まあ、はい、あのレイアウトをしながらとかもかなりあったんですけど、はいはい、30日に向けて少し整理をしながら、はい、まあ、よりいいものを残していくようなイメージ、うん、めちゃくちゃ状態いい、めっちゃ綺麗。ありがとうございます。一応水草担当のスタッフが、あの、心を込めて、どうも、あ、はじめまして。はじめまして、いつもお世話になってます。あ、お世話になってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい綺麗だね。なんか何か管理上の質問とかがあれば、彼は、はい、はい、聞いてもいいですか？大丈夫ですよ。なんか、はい、今ちょうどあの何種類か水槽ありますけど、はい、この水槽にはこの子たちを入れたら管理しやすいとかっていう、そういうの考えて植栽してる？わ、そうですね、あります。チャット、なんだろうな、植え合わせとかもあったりするので、はい、こいつとこいつ混ぜるとこっちが死んじゃうけど、こっちはあのなんだろう、丈夫に育ってくれるみたいなのあったりするんで、はい、そこをちゃんと見つつ、はい、植栽はしてますね。ああ、そうなんだ。水槽を分けてあげて。すごい。今おすすめの、僕これ好きみたいなのあるんですか？それ推し、推し推しの草。ちょっとむずいっすけど、はい、もう個人的に好きなのが、はい、ユーケソウ大好きなんで、はい、レイアウトが好きで、はい、やっぱロタラあたりなのかななんて思う。はい、ちょうど植え替えちゃって、今これからみたいな状態になっちゃってて、でもすごい綺麗ですね。青々としてるし、赤はしっかりと赤いし、そうですね、すごいですよ。なんか大きいんだよな、すごいな、綺麗だな。やっぱり RO 水と、あとは肥料の添加量なのかななんて思うんですけど、肥料結構多めに入れるんですか？
そうですね、結構入れてます、やっぱりもっとでかくなるんで、でも肥料いっぱい入れてるけど水槽綺麗ですね。もうそこはもう水替え、水替え頑張ってる。あとは RO 水、そうですね、 RO 水結構変わってくるところなんだな。そう、立林線大きな RO 水作るあれがあるんですよね。そうですね、そうなんですよ、そうなんですよねあっちにあるんですよね。そうなんです、すごいよね、システム化されてるんだよねうわ見て、こんなの見たことない、これ見れないですもんね、こんな状態でね。皆さんこれ見て驚かれます。びっくり、豆苗みたいになっちゃってるじゃん。そうなんですよ。根っこすごいですね。この辺まで来る時あるんで、ね、すごい、やばい、こんなにモリモリのグロッソ初めて見たやばいですね。この辺はすごいですね。そうですね、マクランドラ、マクランドラ系のめっちゃ可愛い。ここからにしてはちょっと難所のやつ。あ、そうなんですね。なるほどね、そういうのをちゃんと分かって植えてるんだ。水草は、はい、どこの辺のやつは、はい、全部本社の方だったりとかに、移って、はい、そこから発送になります。なるほど、そうなんだ。じゃああっちも見させてもらおう。チャームさんは通販の会社ですから皆さん一番聞きたいのは、なんでこのお店がクローズしちゃうのか。そうですね、じゃあご説明簡単にさせていただくと、もともとチャームっていうのがですね、ご存知の通り通販がメインの会社でして、今までもですね、そのいろんな時代の流れとかに合わせて、販売方法っていうのを柔軟にこう変えてきた会社なんですね。で今は昨今のそうですね、コロナ禍とかの影響で、お客様、世の中の方の買いもお買い物の方法っていうのが、そもそもが変わってきていまして、例えば今だと、スマートフォンで欲しいなと思ったものがすぐ注文できて、すぐ届くっていうのが、基本的に常識になってきているっていうのがあって、あとは今までその通販に抵抗があった世代の方ですね、とかがやっぱりその通販で物を買うっていう部分の抵抗っていうのがかなり低くなっている、少なくなっているというのを感じてきていまして、なので世間のニーズですねにお応えをするために、より通販の方に力を注ぐべく、その館林店を一度閉店させていただくことを決断したという形ですね。なるほどね。じゃあコロナ禍で実際お店じゃなくって、通販でしか買えなかった人たちがそれをトライし始めて、それの便利さだったりとかっていうのに気づいて、それがより浸透してきた。そうです。そもそもチャームさんはあれですもんね、通販の方が、ね、私もずっとアクアリウムやってて、地方に住んでたので、近くにアクアリウムショップがなくって、もう頼みの綱はチャームさんだったのでやっぱそういった方々にしっかりと通販業務として商品を速やかにいいものをお届けする環境をより強化してくれるっていう感じで、おっしゃる通りですね、より力をそちらに注ぐために、決断をしたという形になります。なるほどね。ただその実店舗と、先ほどおっしゃったように実店舗としての楽しさとか、実店舗としての魅力っていうのはあると思うんで、そちらですね、東京の小石川店の方で、そちらに集約させていただいて、よりそっちに力を注いでいくようなイメージ。なるほど。じゃあ小石川店もまたさらにバージョンアップしてくれる。おっしゃるとですね。なのでそちらも楽しみにしていただければと思います。はい、小石川店も私もね、非常にお世話になっておりますけれども、すごく素敵なお店なので、ぜひですね、立地もいいところなので行ってみてください。よろしくお願いいたします。ヤドクガエルとか。いいですね。この辺とかがちょっと。ヤドクちゃん、見たいです。ヤドクガエルは、一応、県内ではおそらく一番在庫をうちが持っていると思っていて、種類もいろいろ入ってますので、ぜひ見ていただきたい。すごい。定番種というか、簡単なものから、ちょっと少し難関種というか高額なものまでうちは扱っているので、バリエーションはかなり多いかなと思います。めちゃくちゃいるしかもめっちゃ元気、かわいい。すごい高額種って言ったらいいんですか。20万から30万円ぐらいの答えは、アベレージがだいたい3万円から4万円くらいなんですけど、そうですね、例えば、定番種というかある程度高額ではないんですけど、これで定番種なんですか。そうですね、5万円くらいの答えなんですけど、ちっちゃい。そうです、ヤドクガエルは、サイズもいろいろあって、小型種とか中型種とか大型種とか呼ばれるのが、さまざまな種類がいるんですけど、それで飼育難易度だったりとか環境とかが結構ガラッと与える餌も変わってきます、そうなんだ。あ、かわいい、お腹見えてる、お腹見えてるよ。あ、かわいい。じゃ
りさっき紹介してもらったこの子はそんなに大きくならないんですか？そうです、あの俗に小型種と言われる部類になりますね、はい、この子もあの、まあ、飼育してる方とかのある程度のなんですかね、その基準とかがあるんですけど、大型とか小型とか、はい、まあ、はい、一般でいう小型種って言われるものになりますね。めっちゃかわいい。ご飯も小さいものしか食べられないので、はい、あのうちで言うとあのフライトレスの黄色ショウジョウバエだったりとか、うん、あのハエをメインで与えてますね。なるほど。中型とか大型になってくるとコオロギとかそういったものも食べられるんですけど、はい、小型のものはどうしてもこれ以上体より大きなものは決して食べられないので。そうか。そうですね。この子なんかシーって書いてるやろみたいで超可愛いんだけどシーちゃんほら見て、シーシーやばいやばくない、シーちゃん超可愛いんだけど。やばい。結構ここもその人気の種類が多かったりとか、はい、あとヤドガエルっていうカテゴリーが結構人気なので、特に植物が好きな方が延長でそのヤドガエルを飼育するっていうケースが結構多くてですね。なるほどね。俗に言うパルダリウムであったりとか、はい、そういったものを最初に植栽を始めて、うん、その後に逃げられる生態何かなって考えた時に、まあ、ヤドガエルを選択するって方が非常に多いイメージです、ね、あ、植物からヤドクに行くと結構多いです、多いですね、かなり。なので例えばタンクブロメリアだったりとか、はい、そういったあの南方種だったりとか、うん、そういう植物をパルダリウムで始めて、その後にヤドクを導入すると、うん、あった環境に帰る生き物がもちろんヤドクになってくるんで、でくるとヤドクをじゃあちょっと1匹2匹入れてみようかなとかっていうなってくるわけです。もちろんヤドクが好きで植物を始めたっていう方もたくさんいるんですけども、はい、メインはまあそっちの方が多いイメージです。へえ、やっぱジメジメ系から入る。そうなんだね。そうですね、やっぱりあの植物を適正に飼育する環境とヤドクを飼育する環境が結構似ている場合が多いので、はい、あのやっぱり同じように管理しやすいというのが多いかなと思います。めっちゃかわいい。こちらが熱帯魚と、はい、あとは両生類爬虫類ですね。今、はい、爬虫類ちょっといないんですけど、両生類の好みの、はい、イモリとかそういったものを飼うんですよ。おお、まあ、以前に来ていただいた時と比べると、はい、やっぱりかなりあの数が減ってしまっていると思うんですけど、はい、それでも魚の管理っていうのは続けていかないといけないので、はい、それぞれの魚の生態の体調に合わせてエビだったりとか熱帯魚だったりとか届ける生態の管理を続けてます。エビ系なんかもあのかなり種類揃えていたんですけど、はい、だいぶ ありがたいことに売れて、かなり在庫数少なくて、そうかそうか、まあ、まだいますんで来ていただければ、はい、あのご購入できると思います。あとはこちらが例えばグッピーであったりとか、はい、まあ、あの定番種テトラ系小型のテトラであったりとか、はい、そういったものを管理している別水槽なんですね。かわいい。ハチット超かわいい。そうですね。それかわいい。それだけ人気種というか、ある程度の定番種に、はい、数もある程度在庫してますね。はい、こんだけの水槽をずっと綺麗に管理してたのすごいですね。いや、もうあのそれぞれの部署の人間、ね、はい、あの力込めてね、ね、お世話になってます。お邪魔します。この大型水槽なんかも前まで稼働してたんですけど、はい、中身 あの生態もですね、結構ありがたいことに増えて、今は綺麗に。みんな慌ててやってくるんだよ、それ。でこちらもあの、ある程度が乱動というか、はい、くらいになってしまってるんですけど、まあ、メダカとかもまだ販売してますので、はい、メダカも待っていただければ、メダカのペア取れたりとか、品種物のメダカ購入できたりとかするので。はい。あ、いるいる。で冒頭の方で説明させていただいたあのアウトレットのコーナーも、こちらのピダノが2種類、はい、こんなにいっぱい並ぶってなんですか。これでも入らないかな。いや、やばいですね。それめちゃくちゃ楽しみじゃないですか。そうですね。なのであの我々もワクワクしてるんですけど、お客様にも、まあ、楽しんでいただけるかな、ね、おそらくこのエリアと先ほどの向こうのエリアだけでは入りきらないんじゃないかなと。そんなに集めたんですか。そうですね、もう頑張って集めました。すごいね、はい、それは楽しみだ。詳細のイベントについてはお知らせしようと思うんですけど、あ、そうですね、はい、楽しんでいただけるイベントになるんじゃないかなと思います、うんうんうん、一応あとはこちらが行政ですね。イモリとかの小型の種類がメインになるんですけど、はい、こちらも爬虫類はまだいたんですけども、まあ、1本も売れてしまって、もう全て爬虫類はいないんです。かわいい。これも赤原イモリとかなんですけど、はい、うちはあの
ネット通販にもこちら出しているので、はい、発送個体なんですけれども、あのそれぞれ産地だったりとか、はい、まあ、クオリティだったりとか、オスメスとかで、あの管理の仕方を分けてますね。あ、やっぱりこれだけいると噛み合いしてしまったりとか、はい、あの喧嘩っていうのが起きちゃうんですけども、はい、まあ、そうならないように餌の量とか調節しながら、あと水替えとかも常にしながら、あの管理してる形です。こんなにいっぱい一緒にいるの見たの初めてだね。この辺までも、あ全部だ。例えば島根県産であったりとか、三重県産だったりとか、向こうでも京都産だったりとか、いろんな産地でこの産地がいいっていう人がいるんですか？そうですね、やっぱりロカリティってよく言うんですけど、はい、あの色味が少し違ったりとか、あのお腹の部分の赤部分の柄が違ったりとか、まあ、体型が少し違ったりとかっていう、はい、その地域によって地域変異個体がいるので、そういった個体を集めてる方とかいますね。例えばこっちの島根県のオスメスで、あのペアを作って赤ちゃんを取りたいって方もたくさんいらっしゃるので、はい、そういった方には非常に需要が高いものですね。なるほど、はい、すごいね。こんだけいるってことはやっぱりイモリちゃん人気なんだね。そうですね、買いやすいのかな。そうですね、買いやすいのもありますし、意外とやっぱ長生きしてくれるので。そうなんだ。そうなんです、あの、ペットとして非常に飼ってて楽しいと思いますね。確かにね。そうかそうか。あのチャームさんは通販の会社ですから皆さん。あとはこの辺の、まあ、爪ガエル系ですね。かわいい、飼育していただくのも楽しいですね。ちっちゃい、かわいい。この子大きくならないですか？あ、大きくなりますよ。一応姫爪ガエルなんですけど、はい、こっちにはアフリカ爪ガエル、いろんな種類の爪ガエルなんですけど、爪ガエルある程度大きくなります。一応ここにサイズが書いてあるんですけど、あ、分かりやすく書いてある。そうですね、寿命とかも、あ、意外と可愛い、はい、かわいい。こういったものをあのやってして、あの何をあげてるかとかも、あの分かりやすくなるように、あの記載はしてありますね。なるほど。もちろん店頭スタッフに聞いていただいてもいいですし、店内にこういった掲示がありますので、まあ、見ていただければあの分かるようになってますね。はい。カラーバリエーションも豊富で、はい、近年非常に人気の改良になってますね。はいはい。わあ、クラウンズかわいい、かわいい。めっちゃいますね。そして。そうですね。すごい。やっぱり在庫量がすごいね。これなんかもこれから管理を進めていくところなんで、やっぱりご飯を食べたりとか、はい、うんちをしたりすると床材が汚れてしまうんで、それも汚れて毎日綺麗にしてる。はい、そうです。安心だ。個別を管理するとやっぱりそれぞれの生態の状態とかも判別しやすいので、こういった管理方法は人力かなっていうか。なるほどね、まあ、確かにそうか。もちろん飼育していただくときはもっと広いところで入れていただきたいんですけど、はい、管理ってなるとこのくらいの方がやっぱ非常に管理しやすいですね。うん、確かに確かに。ご飯の食いつきとかうんちとかね、見えますもんね。そうですね、一匹やっぱりあのしっかり飼育していく、バジットかわいい。家雨ガエルですね、これは非常に人気の管理です。あ、家雨ガエルのお玉が高く売ってると思って、結構人気ですね、やっぱり。カエルはあの飼育もしやすいですし、ある程度環境も整えやすいんですよ。あとはあの SNS とか、まあ、YouTube とかでいろいろあのクリエイターの方が動画も出していますので、始めやすいのかもしれないですね。感じに可愛いよね。あと地味な人気なのがこの辺のオカヤドカリとかも。おかゆどかりちゃんだ。割と人気ですね。すごい、この結構大きいんだね。そうですね、この辺なんか大きめのサイズになります。かわいい、目がめちゃくちゃかわいい。そうなんです、はい、やばい。この辺なんかは寄虫と言われるタランチュラとか、そういったもの、すごい。この辺なんかもフォアの方がいらっしゃって、ファンがいるんですね。そうですね、人気の種類になりますね。なんかもかなり売れてしまって数が減ってます。あ、そうなんですか、はい。店頭来ていただくとまだ見て選べて買えるね。そうですね、見れるっていうのはね、貴重ですね。そうですね、はい、そうですね、ほん、まあ、一番人気なのはやはり熱帯魚、小型の熱帯魚が一番シェアが高いところなんですよ。で、あのなんでかっていうとやっぱり始めやすいのもありますし、飼育セットも豊富に販売してるっていうのもあって、あのやっぱり始めやすいですね。その次が水草かもしれないですね。水草も種類がたくさんありますし、うんうん、まあ、初めての方向け、これから始めるよって方向けと、中級者上級者向けっていうのが非常にあの分かりやすく
なっていて、うんうん、まあ、スタッフもかなりあの丁寧に接客 しているので、うんうん、あのそういった部分でもお客様も非常に分かりやすく、うんうん、あのご購入できるのが水草かなと思いますね。まあ、両生類、爬虫類っていうのはある程度1匹飼うとしばらくはまあその子大事です、ね、あの長寿の子なんで、うんうん、あと1匹、1つのゲージに1匹っていうのが、うん、あの基本的な爬虫類とかそうなんで、うん、あのまあ、ある程度回転率が悪いって言い方したらあれですけど、うんうん、あの1匹の個体を大事に飼っていただく方が多いので、うんうん、そこまでですね、1匹飼ったらしばらくは、うん、まあ、あとは一番少ないのは正直海水魚かもしれないですね。サンゴとかは特にあのシェア率は店頭でも低めなのかなって思います。まあ、なんでかっていうと、まあ、始めづらいっていう部分がありまして、何が必要なのかわからないっていうのがありまして、まあ店頭来ていただければお客様にはもちろんあの説明はさせていただいているんですけど、それでもあのシェア率が高いのはやっぱり熱帯魚かもしれないですね。あ、なるほどね。やっぱホームセンターとかでも意外とね、はい、グッズは売ってたりとかするしね。そうですね、どこでも手に入るっていうのがやはりいいかもしれない。スタートしやすいのかもしれないね。そうですね、はい、あとは水草と熱帯魚だったら一緒に飼えるあの種類ももちろんいますし、うんうんうん、あのそういった面でもあの水系というか、うんうんうん、あのそういったものもあのやりやすいのかな。水草は求めに来る人が多かったでしょうね、きっとね。そうですね、見かけてね、はい、一応まあ水草パッキング売りとかもしていますし、はいはい、実際このお店がなくなっちゃうっていうのはどうしてかみたいなこと聞いていいんですか？はい、あ、もちろん大丈夫。海水のエリアと熱帯魚の水のエリアをちょっとご紹介させていただこうと思います。はい、ということで、先ほども言ったように閉店の準備でなかなか規模が小さくなってしまっていて、見応えっていうのがちょっと減ってしまっているんですけど、それでも残った部分は一生懸命スタッフに。それにしても多分多いと思います。いやいや、そんなことはないんですけど、はい、一応まあ、こういう海水魚のあのサンゴ水槽のメイン水槽ですね。サンゴすごいいっぱいありますね。ここもやっぱ枝打ちだったりとか、はい、そのサンゴの状態に合わせてパッピングって言うんですけど、はい、あのフラグ化してこう管理していくイメージになりますね、うんうん、はいはい、これも本来であればあのそれぞれの水槽に分けて適切にこのライトだったりとか添加剤とかをキープをしていかなければいけないんですけど、ここが少しあの平均値を取っているというか、あ、はい、なるほど、あの合わせた分その平均値を取って、それぞれがあのちょうどいい数値になるように設定をされていますね。じゃあそれぞれのちゃんとあの数値、そうです、適正の数値を分かった上でやってるってことですね。そうですね。なのですごい、このライトとかもあのシステム化されていて、全てあの Wi-Fi で管理して、すごい、光量でいうとその分光スペクトリ比っていうのがあるんですけど、まあ、1つのチップ LED のチップからどんな波長がどういう風に流れていくかっていうのが分光スペクトリ比っていうんですけども、はい、そちらのパーセンテージをまあ 1% 単位で全て管理しているのでシステマティック。なのでここもあのほぼほぼ、まあ、あのいい形ではほぼ全自動であのやっても、最初の設定だけ計算しやって、あとはあの自動で機械がやってくれるようなイメージですね。あとはサンゴのたちの調子を見ながら、なるほど、管理を進めていくイメージです。あとは海水魚だったりとか、はい、先ほどあのうちのマスカットが言ったように、はい、これからアウトレットの規制が販売始まりますので、はい、そういった部分でこういうあのアウトレット商品だったりとか、店内で使っている機材のアウトレット商品なんかも、うん、続々進めています。なるほど、すごい需要あると思います、はい、そうですね、あのお客様も喜んでいただいて、ね、来ていただいているのは非常にありがたい。本当ですね、はい、そうですね、イベントが発生するのは6月の23日の日曜日になるんですよ、はい、一応向こうにですね、はい、アクア最前線というイベントなんですけど、向こうに実はポスターが貼ってありました。ポスター、はい、ぜひ。ぜひこちらが、そうですね、はい、まあ、出店のものとしましては、先ほど言ったアウトレット商品とかももちろんあるんですけど、はい、メダカであったりとか、はい、まあ、あのブセとかアガベとか、多肉植物とか、そういったものもあのまとめて販売するようになってますね。それは楽しみだな、来たかったな。ここにも記載があるんですけど、はい、まあ、それぞれの人気の生産者様とコラボさせていただいて、はい、その生産者様のものが直接ここで直売できるイメージになりますね。やばい、それお祭りじゃないですか。そうなんです、はい、それはいい。なのであの、はい、より盛り上がっていただけるかなと思います。いやいや、これはね、本当ぜひぜひあの予定あの開けていただいても直近ですけれども、はい、行きましょう。これはね、ぜひ来てください。ぜひよろしくお願いいたします、はい、あのじゃあ一度お待ちしてますね、はい、はい、嬉しいです。いやいや、全然そんなことないです。トークが、いや全然そう、上手じゃない、全然そんなことないです。なんかさ、すごい本州の人なのかと思って。いや全然、もう僕は店舗で、はい、働いてます。なので来ていただければ、あの僕にも会える。そうだ、会える会える、はい、会える会える、ぜひいらっしゃい、聞いてください、はい、まあ、他にも
もね、本当スタッフの方非常に多いんで、気軽に、ね、あの、はい、声かけいただいた方がいいですよね。そうですね、もう本当にお気軽にお声かけていただければなと思いますね、うんうん、はい。チャームのインターネットを想像していただいて店舗に来ていただくと、どうしてもあのスペースの問題で置けない商品もあるんですけども、実はあの来店受け取りというのをうちはやっていて、あのネットにも記載はあるんですけど、あの店頭に来ていただければ送料無料でいくらからでも受け取りできるんで、まあ、23日に合わせて遠方から来ていただく場合でも23日あの店頭受け取りしていただければ、どんなものでもあの送料無料であのお受け取りできますので、そちらもぜひご利用していただけます。結構ですね、大型の水槽とか配送料かかっちゃうから、店頭受け取りされている方っていらっしゃるんですね。はい、そうですね、いらっしゃいますね。あとは冷凍の商品であったりとか、例えば100円のものだけ欲しいなっていう方でもあのご利用していただければ、あの送料無料でお受け取りできますので、はい、小石川店でもあの来店受け取りしてますので、はいはい、ついにあの、ね、送料無料までポチポチするんで、ね、はい、ありがとうございます。じゃあほんのちょっとね、これだけ欲しいという時はね、おっしゃる通りですね、はい、こういう来店受け取りっていうのは非常に便利ですよね、はいはいはい、なんでぜひあのイベントに合わせてよかったら来店受け取り、だからもう事前にちょっとネットでポチッとしていただいて、23日イベントにこちらに来ていただいて来店受け取りっていうのもできる。はい、おっしゃる通りです。ありがとうございます。館林店で行う最後のイベントになりますので、はい、ぜひ来ていただければと、はい、スタッフ一同お待ちしております。はい、一言、来てほしいですね。そうですね、はい、そのイベント限定のいろいろ仕掛けを用意してやっておりますので、じゃあみんなが喜んでもらえるような楽しい企画って感じですか。そうですね、オリジナル T シャツも気合い入れて作りましたので。それ用に、はい、あの水草マニアに刺さるような T シャツを作ってますので、はい、楽しみ。はい、ぜひ、はい、T シャツみんなの見に来てください。はい、見ていただきたいなと思います。はい、お店はできないですか。わかんないです。正直そうですね、みんなの希望の、ね、声がもしかしたら盛り上がったらね、できるかもしれないですね。世の中の流れに合わせて随時やっていくっていう会社なので、はい、だからそれだけあのすごいフレキシブルで、すごくね、はい、柔軟な会社さんってことですね。そうですね、はい、まあ、あのイベントとかも潜入イベント、あ、そうそう、潜入イベントぜひやっていきたいんですよ。あの 今の時期やると、あの与える、死に人が出るので、大変なので、はい、あので涼しい時期になったらやらせてもらえるのかなって、まあ、お客様との接触機会はこちらこれからも取っていきたいので、あ、そういう気持ちを持ってくださってるというのはすごく嬉しいです ね、はい、ですね。やはりあの通販の会社ではあるんですけども、やはりお客様の声を聞きたいなというのがありますので、ちょっとそういったあのファンサービスのイベントというのも引き続き計画していきたいなと思ってます。すごい嬉しい、それをはっきりと明言してくださいましたので、はい、みんな楽しみに待ちましょう。そう、あの言ったけど、やっぱりチャームは通販の会社ですよ。そうです、本当皆さんね、あのチャームさんは通販の会社ですから、皆さんね、今までお店をやっててくださったのはね、非常にありがたかったかなと思いますけれども、まだ小石川店もありますし、ただあの今あの楽しいイベントとかお客様と触れ合う機会をまだまだこれからも続けていきたいということを明言してくれたので、楽しみに待ちましょう。はい、ありがとうございます、はい、やらざるを得ないって感じでした。ありがとうございます。よかった、すごい楽しい、いい動画になりました。上手なんだもん。選抜メンバーです。選抜メンバー、イケメンは本当にイケメンは本当に顔写したいぐらいイケメンなんだ。会いに来た方がいいですよ。はい、はい、ぜひいらしてください、はい、待ってます。はい、そうですね、はい、よかった、ありがとうございました。6台分のアウトレット商品が来るんですよ。そうなんですか、ね、すごい、6台どころじゃない、お宝があるかもしれないね。相当相当ありますね。今はだって手に入らないようなそういうものとかあるんだ。みんなのあったね、昔みたいな。そういやみたいな、よしこの取って出しちゃえ出しちゃえみたいな、っていうかもう何これ、え、そういうのが面白いよね。それはちょっと見たかったな。はい、ということで本日は久々にね、あのチャーム館林店に来てですね、いろいろとお話をお伺いしました。あの閉店でね、皆さんね、寂しい思いをね、寂しいなっていう方非常に多いと思うんですけど、これは前向きなクローズなので、ぜひね、最後のこのイベントみんなでね楽しめるように、ぜひぜひお越しください。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。方もチャンネルを登録してチャーム館林店へ行こう。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。ありがとうございます。